えいや、照れるよー。どこよ照れるよってかどこよいっぱい。<laughs> ああ、なるほど。ここで、ここで見れつつってことか。見ることもできるし。ええー、すごいじゃん。危ないけどな。子供の一人や二人落ちるんじゃないこれ。気をつけないと。パンダの赤ちゃんどこよこれか あー赤ちゃん赤ちゃん,赤ちゃんかなもっと <laughs> 割と成熟してるかもな。ジャイアン,トパンダ。うん、<laughs> 学名おぼろ。ちょっとちっちゃいもんな。ええー。14時間。食いすぎでは おすげえスイカスイカじゃんスイカ食ってんじゃんちょっと待ってよハイライトされたエリアに行って情報パネル起動ねチュンファーチュンファーでしたああこれかミッショリ施設水処理施設ってもさ水処理施設がどうこうってわかるのかなんせそこまで教えてくれないと あさご免許そこまで教えてくれないと、やっぱり。なんすよね、この場でできることを教えているだけなんだよ。なしさん。これから俺が独り立ちできるように教えてほしい。なしさん。水処理施設をクリックして。うん、情報パネルを開いて。あ,なんかあからさま壊れてるわ。<laughs> あからさま、あ、まあ、通知が来るのかな、普通に経営してたら。これが壊れてるってことは、うん、機械学の学位を持っていなくても。わかる。ね、うん 整整備備士士をを呼ぶククリッししてててに直してもらってちょうだいまあこれらはまあ基本かなちょちょ急いで急いで整備士あ急いでるわ <laughs> あ急いでるわごめんちゃんと急いでるこいつごめんねちょっと急いでるとか言ってベスト尽くしてくれてこれだったんだこれは悪いことしたな<ヶ>おお仕事が早いねこれで水処理施設の修理は完了 あ、これが整備士のあれか。わ、すごい綺麗にまとまってるな。これはちょっと参考にしないと。発電機と水と整備、あ、これはいいね。これ非常に、非常に効率がいい建築です。この二つが壊れた時に整備士がすぐ駆けつけることができるっていうね。これちょっと学ばないとな。これは、非効率。<laughs> そんな、ここですら非効率だ。 新しいパンダを中に入れる前に、検疫所を通さなければ。うん、一気に語るなナンシーさん。まずは受け入れを済ませめ。ナンシーさん。動物の取引を開いて、動物報酬セクションを確認して。動物動物のセクション。物保管庫へ移動するわ。つ、名前つ。<laughs> メイフィードチウドツ。<つ>さあ、早速オスパンダを移動させて。 パンダたたちのために準備しなさいは厳しい。え、ナンシーさんいきなり厳しいやん。気づかなかった準備しなさい。準備しなさいって言われた。ナンシーさん。それパワハラですよ。ナンシーさん。なそれ今パワハラじゃないですか、今の。私パワハラだと思います、今の。<laughs> もう厄介な、厄介な新入社員です。今パワハラじゃないですか、ナンシーさん。準備しなさいって言われたもん。傷つきました、ナンシーさん。 いや、パンダといえばやっぱり、タイヤでしょ <laughs> すげえ、タイヤちゃんと置いたら跳ねる。来たぞ。タイヤかはい、えー。あれなんか出てきた。<laughs> ちょ、なんか出てきたよ。ちょ、なんか出てきたって。おい。あ、お尻。ちょ、お尻だわ。君生見たかったんやけど。 ユーシェンユーシェンか。わ、あーあー、水飲みに来ただけだ。<laughs> 水飲みに来ただけだった。遊んでくれると思ったら、タイヤケトして水飲みに来ただけだった。ああ、ナンシーさんごめんなさい。いお待たせしました。うん。やったぜ。ま行きます、ナンシーさん。ちゃんとパンダたちが心地よく生活できるような飼育エリアは作れた

勤務区域作成モードあ、これで、この勤務区域。この勤務区域と他の勤務区域。他の勤務区域。勤務区域 <laughs>。難しいなあ勤務区域。チーム、パンダ。よし。チームパンダ。おい、待て。あ、いたいたあ、面白行くな、おい。チームパンダだ、お前は。今日からチームパンダだ。 新しくて素敵なジャスターモメントのお前もなサインができたか動物園の出口近くに建てましょう。はいこれなら帰るお客さんははいはいはいもうパンダのつなんか買うよ私たちも商売チこう上の動物園がそれでどれだけ儲かってると思ってんの上の動物園なんかもパンダで儲かってんのよやらしい安心。ああ、光ってるわってか <laughs> めちゃくちゃ光ってるわ地球の偏光失敗しました地球の偏光 無効な目的地です <laughs>。ゲームだなぁ。どこだかわからんて。無効だの失敗しましたの。なんす、なんでここ選んだの木が邪魔なんだけど、ナンシーさん。木が邪魔です、普通に。ナンシーさん。ちょ、トイレの横じゃないこれ。ナンシーさん分かってないよ、リッチ。トイレの横だろ、これ。 買いたくないだろう知らない、日本猿が逃走しとるぞ。なあ,あ、いいです。チュートリアルだからいいです。日本猿の、日本猿の竜二が、竜二脱走してるやん、竜二。何しとんのやっぱこの種を増やすっていうチュートリアルに関しては、やっぱ展示エリアが一番早いから。本当はね、なんかズーペリア見ながら、ああこの条件満たすところをちゃんとやろうとか、重要な傾向が注目してもらうのが分かった、分かった。 なにまたリョウジやんけお、リョウ自分勝手すぎるって勝手脱走してたお腹すいたってリョウジ何をしてんのリョウははい、研究がはい中国のパンダはあれなんだよ、ほらチュウとかメイフェイとかリンレインとか ユーシェンとか、グワンとか。やっぱ中国っぽさあるからさ。日本ゼロはやっぱ一回そら。チヨ、リョウジ、スミエ、トモ、サユリ、エツコ、サトシ、ウサギウサギウ、ウサギあ、ウサギスプリングラー。ほら。どうやらすべて、どりなく順調に行ったみたいね。どうだフラミンゴスプリングラー好きやろう。う パンダと他の動物たちが登場したことで、うん、ものすごい数の新しいお客さんが押し寄せてきているわ。<え>お客さんたちが、ライエンシ用施設の設置場所は、慎重に選んだ方がいいわ。はい。例えば、はい、フードショップを一箇所に集中させるのは避けた方がいい。うん。ライエンシたちが園内のどこにいるか、えんないのああ、確かにね、そこにしかなかったら不便か。必要そで、 ここら、難しいな、ここら辺かここらちょっとお腹空いてるかあ、これいいじゃないここら辺のビーフ所長うまいんじゃないここたまらんでしょたまらんよ、これ。この位置にあったらたまらんよ。こう、園内の端っこまで来て、あー、ちょっとでも疲れてきたなーつって、ちょっと一休みしたいなーってところで、ね、このビーフ所長何屋だろうビーフだろうな

これは厳しいなあこれは厳しいよ。これ住んでるよなちょっと待てよ。あ、奇遇ですね。ちょうどここにいたんです。い,いらっしゃったんですかこれさ、リアルタイムで。あ、で、今回、触ったやつらか。大丈夫かお前。大丈夫か満足してるかシェルターのスペースが非常に普及し、はい、シェルターね。おっケーっ、オッケー。 セーブルアンテロープ。セーブルアンテロープね。いや、だいぶ早くなったぞ、これ。これはもう、こうやってできるようになってくると楽しいんよ。こういうゲームって。ああ、これでいいんだな。ではいはいはい。ゾウガメね。ゾウガメ。ゾウガメこう、ゾウガメ。ゾメどこゾウガメ。 痛い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 ゾウガメ急ぎ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 ,急ぎ大丈夫かあ、はいはいはい、砂足りない草いらない、はい、草短い、いらない、砂増やす OKOK 草いらない、砂増やす草いらない、砂増やす草いらない、砂増やす敵しないぞ敵しないぞ、敵しないです消せよーしよし はい完璧完璧やろはいかわいい,驚いた。一悪いランシュさん助けられましたランシュさん時々ランシュさんに当たることもありました